い、皆さんこんにちは。アルジェント研究会の矢沢です。今日はですね、このダリオ・アルジェントのですね、ダークグラスのですね、ある撮影現場のロケ地の後っていうところに来てるんですけど、ここはどこかお分かりになるでしょうかね。ちょっと昼間だと雰囲気が違うんで分からないのかなって感じもしますけど、ちょっとね、歩いてみたいと思います。ちょうどこの辺の雰囲気ですね、味わってみていただきたいと思いますけど、こういう路地ですよね。路地になっていてですね、何かが起きる場所ということになるんですけども、何かお分かりになりますかね。ちょっとした込み入ったところですけど、これはちょうどですね、ディアナですよね。ディアナが出てきてですね、ある一仕事を終えて、白いバンの男にね、バーンとこう付け狙われて、自動車を発進させる場所というのがあるわけですよね。そこから、チェイスになってね、逃げていってこう事故を起こしてしまうということになるわけですけど、この場所はですね、ちょうどその、こちらにですね、工事現場の足場がありますけども、こんなところが、夜になるとですね、この辺のところに白いバンが止められていてですね、ディアナが、もうちょっと行った先にですね、ちょうどこの辺になるんですかね、おそらくこの辺の場所だと思うんですけども、この辺のところですかね、この辺のところに車を止めていてですね、車を発車させようとするわけですね。そうするとね、謎の男がですね、こう近づいてきて、ドアのね、ドアといいますか、ドアのこうガラスですね、こうバーンとやって、ディアナがですね、ちょうど逃げ出していくというような形になりますけど、この辺ですよね、ちょうどこの辺から、要するにこう、あれですよね、謎の犯人ですね、殺人鬼が追っかけられるという場所ですね。この辺からね、始まってですね、この辺に止めていた車ってことですね。ちょっと雰囲気をね、見てみたいと思いますが、全体としては、こんなような場所なんですよね。こんな形でね、ありますけれども、この辺にこう車が止められていてですね、ここにこう、あれですかね、バンとこうね、手を当ててですね、いやーということで逃げていくと。で、あの辺のね、ちょうどあの辺ですかね、あの辺のところにですね、白いバンが止まっていて、そこからね、こう発車させていくというような感じですね。発車してですね、こう思わずこう逃げ出していくという感じで、こっちの今進んでいく方向にですね、車出発していくというか、走っていくというような形になるわけですね。よろしいでしょうかね。で、ちょっとね、実際はですね、この先どうなってるかというと、こんな形でですね、真ん中にはこう道があってですね、急発進、横に行かなきゃいけないんですけど、横と言いますかね、まっすぐ直進するわけにはいかないんですけれども、そんなような形になっているということですね。よろしいでしょうかね。という感じで、この辺ですね、雰囲気をちょうど味わっていただければいいかなって感じなんですけど、いろいろとね、この路地裏ということで、あんまりこう脚光を浴びてない場所ではあるわけですけれども、こういった形のところですね。ここはローマのね、スペイン階段からちょっ とそれほど遠くない場所でありますけどね、場所的に言うとバルベリーニという駅の近くなんですけども、あんまりこうね、全然観光地では当然ないわけですよね。ないわけなんですけども、こんなところでね、撮影が行われたということで、ちょうどね、この辺の雰囲気ですね。ディアナのね、車が止まっていたのが、雰囲気を映すとこんなところになっていてですね、実際ですね、こちらのね、足場が組まれている付近ですかね、そんなところにね、白いバンが止まっていて、急発進させていって、こう、チェイスになっていくという形になります。ですのでね、今回はちょっとそういう形でですね、このロケ地ということをね、ご紹介してみました。はい。今回はね、以上ということになります。これもね、もしね、機会があったら、ローマお越しいただく際にはですね、ちょっと見ていくと、感慨深いものがあるかなと思います。感慨深いというよりは、普通の単なる路地なんですけどね、夜ね、撮っていくとね、なんかすごくね、緊張感になる場所に見えるということになるかと思いますけどね。はい。ということでね、今回は以上ということにさせていただきたいと思います。